第24回参議院議員通常選挙は2016年7月10日に日本で行われた国会議員の選挙である。参議院の議員定数242人の半数、すなわち2010年7月11日執行の第22回参議院議員通常選挙で選出された選挙区73議席と比例区48議席の合計121議席が 当選挙での改選対象となる。2015年6月17日に成立した18歳選挙権に関連した公職選挙法改正により、選挙権年齢が20歳以上から高校生を含む18歳以上に引き下げられてから初めての国政選挙となる。また、同年7月28日の同法改正で、今回から定数10増10減が実施される。宮城県選挙区、 新潟県選挙区、長野県選挙区では、いずれも定数4回選数2から定数2回選数1に減らされる。鳥取県選挙区と島根県選挙区、徳島県選挙区と高知県選挙区とがそれぞれ合併された参議院合同選挙区となり、定数2回選数1となる。北海道選挙区、兵庫県選挙区、福岡県選挙区はいずれも定数4回選数2から、 定数6回戦数3に、愛知県選挙区は、定数6回戦数3から定数8回戦数4に、東京都選挙区は、定数10回戦数5から定数12回戦数6に、それぞれ増やされる。このため、最も人口が少ない選挙区は、福井県選挙区となる。平成時代最後の参院選であり、当選挙から、 平成時代が終わるまで、参議院の補欠選挙も行われなかったため、平成時代最後の参議院議員通常選挙となった。候補者を公認で擁立した、党候補者を公認で擁立しなかった、党改選数定数の変更今回は、選挙区定数の10増10減が行われる。選挙前にメディアなどで発表された各党の獲得議席数の予測は以下の通りである。 比例代表における、得票率自由民主党民進党、公明党大阪維新の会日本共産党社会、民主党生活の党と山本太郎と仲間たちその他、獲得議席率自由民主党民進党、公明党大阪維新の会日本共産党社会、民主党生活の党と山本太郎と仲間たち無所属候補者を公認で擁立した、党候補者を公認で擁立しなかった。 党自民党民進党公明党共産党維新の会無所属補欠選挙補欠選挙の最終期限は2021年9月15日であり、2022年4月は補欠選挙は行わない。自民党民進党公明党共産党維新の会社民党生活の党繰り上げ当選自民党。 民進党公明党日本共産党大阪維新の会無所属民進党生活の党と山本太郎と仲間たち無所属自由民主党民進党社会民主党新党改革無所属自由民主党公明党民進党大阪維新の会生活の党と山本太郎と仲間たち日本を元気にする会無所属2019年8月埼玉県知事選挙出馬のため辞職 2021年5月、静岡県知事選挙出馬のため辞職。2017年9月、一心上の都合により辞職。ありがとうございます。